ます。はい、このタイトルを読み上げるのにこの上ない方に読んでいただいたなと思っているんですけれども、全人類 iOS アプリエンジニア化計画というタイトルで、Pixiv から発表させていただきます。よろしくお願いします。アウエと申します。 Pixiv 株式会社で、CT オフィスと、新規事業部と CT オフィスデザインシステム部とともに所属しています。iOS エンジニアとプロダクトマネージャーをやっております。はい、早速なんですが、たくさんの人がいらっしゃっているのでお聞きしたいんですが、周りに iOS アプリエンジニアいっぱいいるよって人手を挙げてみてください。ちらほらですね。周りっていうのは今この会場さすがに iOS エンジニアの人たくさんいると思うんですけど、普段職場とかチームに iOS アプリエンジニアいるよって人手を挙げてみてください。あ、ちらほらいますね。羨ましいですね。はい、逆に少ないよって人手を挙げてみてください。あ、少ない人の方が多いですね。良かったです。って感じで、まあなんか自分とか皆さんも iOS アプリエンジニアがちょっと少ないんじゃないかなってところを感じたりすることがあるかなと思います。まあ、背景を考察すると、まあアプリ開発者さんが増えてきたりってところで、今まで UI キットで素朴に iOS アプリを開発したところに Swift UI が登場したりとか、あとはクロスプラットフォームで、モバイルアプリ開発する手法はいろいろあった、リアクトネイティブとかザマリンとかいろいろあったんですけど、その中でもフラッターが大流行したってところで、新しい人がSwift UIとかフラッターとかを使っていくってことが結構多いのかなと思います。対して、既存のアプリを作っている企業っていうのは、UI キットでのコード結構抱えていると思っていて、そんな、企業は UI キットを使える人を求めているけど、新しい人は Swift UI とかフラッターとか学んでいるので、まあ、そういった技術のミスマッチみたいなところが発生しているのかなと思います。で、あとはアプリ開発以外の流行りってところで、まあ、機械学習が盛り上がっていたりとか、まあ、ウェブフロントは結構ずっと流行ってるみたいなことを聞いているので、そもそもアプリに興味持ってないんじゃないかなみたいなところは、感じています。で、まあ、どのぐらい少ないかっていうのをちょっと弊社の場合紹介すると、まあ、こういう感じの悲鳴が上がっていたりします。アプリエンジニア少ないとか iOS 大変とか、アプリ数に対してエンジニア数がおかしいみたいな、ツイートがあったりします。で、中にはこの中で学生さんっていう方いらっしゃいますかね。あ、なんかちらほら5人ぐらいですかね、いらっしゃいますね。まあ、なんですけど、まあ、ネイティブで開発している学生が、まあ、全体的に少ないんじゃないかとか、まあ、iOS エンジニアになるには開発環境の構築が学生のお財布に厳しすぎるというところで、まあ、Mac 揃えたりとか Mac 買ったりとか iPhone 買ったりとか、Apple ディベロッパープログラムに毎年払ったりとか、結構初期投資にお金かかるのかなというところがあったりします。はい、で、まあ、でもアプリエンジニアになりたい人が本当に少ないんでしょうかっていうところで、まあ、社内の人に聞いたりしました。アプリエンジニアになりたいと思ったことがありますかって、って聞いたら、まあ、はいとかイエスとか、答えてくれました、まあ、それなりにいるって感じで、で、X でも聞きました。で、これ2021年9月に聞いたんで、まあ、その時はツイッターだったんですけど、まあ、約487人の人が、まあ、学びたいっていうふうに答えてくれたりしました。はい、でやりたい人は多いっぽいなってところが、まあ、ざっくりわかります。で、本当範囲を広げて、ワンちゃんとかにも聞いたんですけど、ワンちゃんはさすがにちょっとアプリエンジニアには興味を持ってもらえませんでしたか。あと新宿御苑の猫とかにも聞いたんですけど、無視されました。はい、で、まあ比較的ワンちゃんとか猫ちゃんとかは、アプリエンジニア興味ないっぽいんですけど、まあ、人類は比較的アプリエンジニアやりたいっぽいってことが分かって、まあ、主語がでかいどころかいきなりマックスになってしまうんですけど、全人類 iOS アプリエンジニアしちゃおうかなってところで、Pixiv ではアプリエンジニア育成プロジェクトっていうのを開始しました。はい、まあ、っていうのはちょっと若干嘘で、本当のプロジェクトのきっかけとしては、まあアプリエンジニア不足ってところを感じて、自分が、アプリエンジニアにないから学生向けに教室開くぞみたいなところで、まあ、10行ぐらいの餌を社内で吐きました。で、入門資料を作ってスラックで質問に答えて Mac とか iPhone を貸し出せばいいんじゃないみたいなことを、雑に提案したら、まあ、人事の方が、まあ、やりましょうって感じで答えてくれて、プロジェクトが始まった感じになります。で、まあ、2021年夏ぐらいからプロジェクトを開始して、枠組みとか課題の作成を業務と並行して行いました。で、2021年から実際に受け入れを開始、2年から受け入れを開始しているという感じです。はい。で、まあ、全人類を本当は育成したいところであるんですけど、まあ、さすがに、いきなりプログラミングわからない方にも教えるのは難しいので、プログラミング経験があって、Git がある程度できる学生さんみたいなところをターゲットにしました。で、アプリ開発経験がなくてもよくて、あってもなくてもよくて、もうモチベーションみたいなところを大事にしてます。はい。
で、まあ、会社なので雇用形態があって、育成プロジェクトの参加者にはアルバイトとして来てもらうことにしました。で、iOS アプリの開発を学習するっていうアルバイトなので学びながらアルバイト代が出るっていう素晴らしい仕組みになっていて、Mac と iPhone 貸し出したりとか Slack で質問したりとかメンターと毎日30分振り返りしたりみたいな感じで、いう仕組みになってます。であとはカンファレンス参加してみたところで iOS DC に参加してもらったりみたいな、感じの、福利厚生があったりします。はい。で、まあ、次に学習する内容なんですけど、まずその iOS アプリエンジニアに必要なスキルって何だろうみたいなところで、ロードマップみたいなのを作りました。こういう感じで付箋を張り出していって、なんかバインドマップみたいな感じで、UI キットとか SwiftUI とか、まあ、いろいろ付箋に張り出していった感じです。で、まあ、例えば、ココアポッツとかカーセージとかはパッケージマネージャーとして、まあ、もう使わないよねみたいな感じで優先順位をつけて、学ぶものを決めていきました。で、ゴールも決めました。Pixiv では、まだ、UI キットのコードが多く存在しています。で、まあ、いずれはよく変更する画面とかは SwiftUI にしていきたいとか、あったりするんですけど、まあ、UI キットの既存のコードを SwiftUI に置き換えられるぐらいに UI キット、SwiftUI の知識を、まあ、つけてもらうといいんじゃないかなというところでその辺をゴールにしています。はい。で、次に課題を決定してきました。Apple が公式で提供しているチュートリアルっていうのがあるのでまずそれをやってもらうのがいいんじゃないかなと思って、まず Apple のチュートリアルやってもらって、次に Pixiv が独自で作ったチュートリアルっていうのをやってもらいます。まあ、なんでかっていうと、Apple のチュートリアルは結構デプロイメントターゲットが高く設定されていてかなりモダンな構成でアプリを作っているので、まあ、実際のプロダクトのコードとは若干乖離があるみたいな感じなんですよね。なんで、その穴を埋めるために Pixiv が独自で作ったチュートリアルやってもらって、まあ、これを3ヶ月とか数ヶ月ぐらいやってもらった後に実際のプロダクトチームでアプリ開発って感じで OJT みたいな感じで、なってます。はい。で、Apple のチュートリアル紹介するんですけどこういう iOS App Dev Tutorials っていうサイトがあって、SwiftUI と UI キットと、まあ、あとテスティングとかネットワーク周りの、チュートリアルがあったりします。で、ステップごとに丁寧な説明が書いてあってページの最後には問題があって理解度をチェックできるようなものになっています。はい。で、こんな感じの内容になっていて、まあ、レイアウトから SwiftUI のレイアウトから始まって、まあ、画面遷移状態管理、Swift コンカレンシー OS API の呼び出し、UI キットでいうとコレクションビューだったりとか、いろいろやっていって、まあ、結構仕事かっていうレベルの分量があるものになっています。結構複雑なアプリを作らされます。はい。で、まあ、ハマりポイント、まあ、教える上でというか、ハマりポイントなんですけど、まあ、Apple のチュートリアル毎年更新されています。多分2021年ぐらいからあるんですけど、毎年更新されていてめちゃくちゃすごいなと思うんですけどアーカイブがないので学習途中に昨日と資料が違うんですけどみたいなことが起きたりしました。なんで、そのあたりに毎年更新されるんで多分これ毎年3月ぐらいに更新されているのでそのあたりに学習をチュートリアル使うよって方は注意されるといいんじゃないかなと思います。はい。で、次に Pixiv の独自のチュートリアルをやってもらいます。某追いかけ SNS のようなアプリを作る課題と回答集になっていてこちらは一部 GitHub で公開しています。チュートリアルが GitHub で見れ GitHub ページで見れます。で、無限スクロールとかいいねボタンとか SNS によくある、UI とかロジックを実装するみたいな課題になっています。で、チュートリアルを進めるときに大事にしていることなんですけど答えを見ずにインターネットで調べてやってもらっています。まあ、実際の仕事には答えがなかったりするので、まあ、調べて実装できるようにというところで、これを大事にしているという感じです。まあ、とはいえ長い時間つまずくのも辛いので15分調べて分からなかったら、まあ、回答を見て進めるって感じで、まあ、基本メンターいらずみたいな感じなんですけど、まあ、質問したりとか、振り返りしたりみたいなことはやってるって感じです。はい。で、まあ、学習でハマったところなんですけどそもそもアプリ開発をやったことないっていう学生さんも集めているのでそもそも MacOS を初めて使うよっていう人もいたりしました。なんで MacOS の使い方から教えたりみたいな感じですね。あとは、Swift が難しくて UI キットが難しいなと思いました。Swift で言うと、まあ、自分は Swift 大好きなんですけど省略記号が結構多かったりして、まあ、この省略コードはどういうコードが省略されているんだろうみたいなところを結構教えたりする必要がありました。で、UI キットは結構古い API からモダンな API まであってどれを使えばいいんだろうみたいなところが結構ハマったりしました。はい。
で、まあ、育成の結果みたいなところなんですけど、iOS アプリエンジニア4名受け入れ、Android アプリエンジニア3名受け入れみたいな感じで、Android も、トレーニングコースやっていて、3名受け入れてるという感じです。で、まあ、全人類というあの、でバカでかい主語に対して少ないんじゃないかって感じなんですけど、1人に対してかなりあの時間をかけて、教えていて、まあ、あのメンターもフル稼働でこのぐらい教えているという感じです。はい、で、まあ、どういう実装ができるようになったかってところなんですけど、まあ、小から中規模ぐらいの開発ができるようになっているかなと思います。リファクタリングであれば、まあ、古いルーターライブラリを自作のものに置き換えたりとか、Swift パッケージを使ったモジュール化を進めてもらったりみたいなところをしてもらったり、あと新規の開発でいうとミュート機能の足りないところを作ってもらったりとか、ストアレビュー訴求みたいなところを、作ってもらったりします。で、あとは昨日あの iOS ルーキー LT 登壇ってところで iOS アプリ開発を始めて、1年でルーキー LT に登壇してすごいなと思うんですけど、まあ、こんな感じの成果があったりします。はい。で、まあ、トレーニングを卒業して、まあ、実際に、今アルバイトをしてもらっている人の声なんですけど、まあ、今はバグ修正とか運用周りがメインなんですけど、新機能開発もどんどんやっていきたいとか、実際のコードは規模も大きくて構造を把握するのが大変だったんですけど、これからどんどん大きな開発もできるようになりたいなという声があったりします。あとは、ご飯が美味しくなりましたとか、ブルアカのガチャが当たりましたみたいな声もあったりします。はい。ここからはあの育成プロジェクトの作り方みたいな話をしてきたんですけど、まずピクシブが出しているチュートリアル、公開しているチュートリアルの作り方みたいなところを説明していきます。はい。ピクシブ あのチュートリアルこんな感じになっていて、あのこれがウェブサイト上で見れるようになってます。で、アップルの公式 あのチュートリアルにかなり近いものになっていて、なんかステップごとにコードの変更とかが見れたりします。で、これは何で作っているかというと、ドクシーチュートリアルで作っています。ドクシーチュートリアルは Xcode でインタラクティブなチュートリアルが作れるツールになっています。静的ページの生成もできるので、手軽に GitHub ページとかで配信することができます。はい、こんな感じの、まあ、ドクシーを書くと、これをビルドすると右のような、ドキュメントができるという感じです。で、これ良いところなんですけど、まあ、ステップごとに、コードを表示してってことなんですけど、あのコードを参照して差分を表示してくれたりします。前回のコードからここが変更されたみたいなことがハイライトされていて、まあ、とても分かりやすいなと思うんですけど、これ作るのが結構めんどくさくて、ステップごとにコードを書き出す必要があります。例えばステップ1のコードはこれ、ステップ2のコードはこれみたいな感じで、コードの全文を、リソースディレクトリの中に入れておく必要があるという感じです。で、これ分割するのがめちゃくちゃめんどくさいです。で、Pixiv の、公開している課題のリソースのディレクトリにはこんだけファイルがあってめちゃくちゃ作るのが大変だったんですけど、まあ、自分はこれを気合で作りました。で、まあ、一応気合で作るときも方針があって、まあ、最終状態のプロジェクトを作ってから、まあ、課題どうしたらいいかなみたいな感じで、検討して課題ごとにプロジェクトを分割していたって感じです。で、その後さらにステップごとに分けるって感じでだんだん分割していくみたいな方針でやっていきました。で、まあ、反省としてはこういう1個のアプリを作るみたいなでかいプロジェクトだと整合性を取るのが大変だったので、例えばその課題の順番を変えたいとなったときにもう大幅な変更が必要なんですよね。なんで、大変だったので、まあ、トピックごとに作るのが、まあ、おすすめかなと思います。はい。で、まあ、エンジニアなので気合で作りたくないですよね。一つのファイル、マスターファイルみたいなやつがあって、そこからステップごとのファイルを自動生成したいなって思うんですけど、これ多分まあ、Swift マクロスとかでできるんじゃないかなって思うんですけど、Swift マクロスでできなくて、なんかコードの全文に対して、マクロをかけるみたいなことはできません。あとはそのコメントとか ifdef とかを書いて、まあ、Swift シンタックスとかで分割するツールとか作ればいいんじゃないかな。 ifdef と使うのはなんかそのビルドをそのまま通るようにするといいかなと思ったんですけど、まあ、結構そのマスターファイルの可読性みたいなところが悪くなっちゃいそうだなと思ったので、まあ、こちらもちょっと採用しないことにしました。まあ、結局ちょっと気合で作らない方法を見つけることはできなかったんですけど、まあ、ちょっと楽をするツールみたいなのを作ってみました。こういう感じの GUI ツールで、チェックボックスがあって、これをポチポチしていくとコードの行ごとにそのステップを分割してく
作れるみたいなツールを作って、こういう、エクスポートを押すと、こういうチュートリアルのビルドに必要なファイルができていって、これをビルドするとちゃんとあのステップごとに分割された、ビルドできるドキュメントができるという感じになってます。はい、これはちょっと GitHub に置いといているので、よかったら使ったり、見てみたりしてください。でちょっと数日前から作っているので少し壊れているんですが、まあ、一応使えるかなと思います。はい、で、まあ、DocC で作るメリットなんですけど、ブログとかで記事を書くよりもいいところとしては、まあ、Apple のチュートリアルに近い体験を提供できるところなのかなと思います。結構公式っぽいですねみたいな、コメントをいただけたりしています。まあ、なんでまとまってる感とか体系的に学べる感みたいなところを演出できるのかなと思います。あとステップごとに説明が書けるので、なんでこういう変更してるかというのを説明しやすいかなと思います。はい、で、まあトレーニングの作り方とか、説明してきたんですけど、なんでこんなに Pixiv では、育成に力を入れてるかっていうと、 Pixiv ではアプリでやっていきたいことがまだいっぱいあります。会社のミッションが創作活動をもっと楽しくするっていうミッションで、それを、アプリで支えられないかなってところを、ずっと考えています。で、社内でのトレーニング実績を増やしていって、で、まあ、今はその少人数にしか教えられてないんですけど、まあ、社外にもどんどん資料を公開していって、アプリ開発を学ぶ人が増えてもらえるといいのかなと思っています。で、あとチュートリアルを作成に使える知見を提供して、Pixiv 以外のチュートリアルも増えてほしいなと思っております。で、まあ、全人類を iOS アプリエンジニアにしていきましょうというところです。はい、一緒にやっていきましょう、チュートリアル作っていきましょう。あとは Pixiv で開発しながら iOS アプリ開発を教えたい人も募集しております。はい、仲間増やしていこうというところで、自分の発表は以上とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。あ、上さんありがとうございました。では Q&A に入りたいと思います。コメントや質問のある方は挙手をお願いします。今マイクをお持ちします。しばらくお待ちください。発表ありがとうございました。僕も今年の4月から iOS エンジニアになったので、来年以降育成する立場になると思うので参考にさせていただきたいと思って見ていました。質問なんですけど、今の現状でもアプリに対してエンジニアが少ないというところだったんですけど、通常業務に加えて今の育成をする中でどれぐらい育成にリソースを割いたのかとか、チュートリアルの作成にかけた時間みたいなところを教えていただきたいと思います。そうですね、まあ、結構ありがとうございます。そうですね、課題は結構長い間作っていて、ドックシーチュートリアルにしたのは結構最近で、去年の12月ぐらいにしたんですね。でその前に、結構その課題を作っていて、で最初は動画で作ったりしました。動画で X コードの操作とかを教えつつ、教えるみたいな課題と回答してみたいなのを作ってました。でそれは大体そうですね、なんか3日ぐらいで作ったんですけど、その時は集中してやっていたという感じです。徐々に作っていたんで、まあ、合計的な日数がどのぐらいかっていうのはちょっと覚えてないんですけど、そうですね、まあ、でも実際に、トレーニング受けてくれる人の、声とかも聞きながら改善していったみたいな感じですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。他にコメントやご質問のある方挙手お願いします。そうですね、育成中に何て言えばいいんだろう、プログラミング初心者や iOS エンジニアリングの初心者でハマりポイントって どこら辺が多かったですか？いろいろあると、クロージャーの書き方とかメモリ管理とかいろいろあると思うんですけども。ありがとうございます。ちょっとスピーカーメモに書いたんですけど、この辺ですよ。トレーニングクロージャーを省略したりとか、Swiftコンカレンシー、そもそもエーシンクアウェイトの使い方は他の言語でないからなかったりする言語とかが入ってきた人は分からなかったりとか、
まあ、シェアードインスタンスを作る意味みたいなところ、はい、シングルトン作る意味みたいなところだったりとか、うん、あのハテナハテナっていう記号がわからないとか、コンバインで、うん、あの最後にストア書かないとシンクが呼ばれないみたいなとか、うん、っていうあのハマりどころがあったりします。 UI キットでもそのナビゲーションコントローラー、画面遷移ってそもそも、なんかあいうさとスタックしていくと思うんですけど、あのスタック遷移って何だろう、あのモダル遷移って何だろうみたいな話とかから始まったりとかしましたね。あとはやっぱりコレクションビューがめちゃくちゃ難しいなと思っていて、あの結構モダンな書き方からレガシーな書き方までいろいろあると思っていて、モダンな書き方もセルコンフィゲーションとか、あのコンポジショナルレイアウトとかディファブルデータソースとか、その辺を教えるのに結構苦労しました。これ広がらない、はい、はい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 、こんな感じです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。他にコメントやご質問のある方、挙手をお願いいたします。さっき奥の方で挙げてらっしゃった方がいた気がしたんですが、大丈夫そうですかね。あ、こちら。あ、まず、自分もあの教育事業に関わっているのですごい参考になりました。ありがとうございました。チュートリアルにあの回答があるっていうことだったんですけれども、なんか分からなくてすぐ回答を見てしまうことで、そこでなんか調べる癖とか、なんか簡単にその回答を得られることによって成長の機会みたいなのが失われるかなってちょっと聞いてて思ったんですけれども、そこはどうお考えのようです、感じですか。そうですね、基本的に見ないでねって言ってるんですけど、見ちゃうことも あると思っていて、それ、結構振り返りとかで厚めに分かんなかったこととか聞いて、結構理解を深めてもらったりはしてますね。あとは、実際に最終的に OJT があるので、そこで、より実際にプロダクト開発した方が成長も結構できると思うので、プロダクト開発に早く入ってもらって、実際に知見を深めてもらっているみたいなところがありますね。一旦チュートリアルで、はい、その分からないところがあったら、後々振り返りで、ここは実はこういうシステムで動いてるんだよみたいな感じで、そうですね、行くって感じですね。はい、あ、分かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。お時間的に次が最後になりそうです。コメントやご質問のある方、挙手をお願いします。あ、宣伝いいですかね。アフター iOS DC LT ナイトというイベントをやるので、Pixiv と日経さんとタイミーさんでやるので、もし興味がある方がいればコンパスなどから参加登録お願いいたします。はい、あ、すいません、素敵な発表ありがとうございました。僕もちょっとチュートリアル記事を軽く書いたりとか、そのよく学習するときに読んだりとかしてるんですけども、なかなか僕読み取ってこうしっかり理解するっていうのに時間がかかるタイプで、結構なかなか、読むの苦しいなって思う記事とかっていうのは結構あったりとかすると思うんですけれども、その文章ベースでこう、チュートリアルでトレーニングするときに、なんかそういったこう読みやすさ、理解しやすさみたいなところで工夫された点みたいなところとかがあったら、ぜひ教えていただきたいなと思ったんですけれども。そうですね、結構でも課題はシンプルというか、Figma ファイルがあって、これを実装してくださいみたいな課題になっているので、やっててもらうことみたいなところはすごいシンプルになってもらえるかなと思います。で、実際にその、回答にその文章が充実しているかってそうではなくて、基本的にインターネットで調べてやってもらうっていう感じなので、そこの、記事を自分で理解して書いてもらうっていうところをやってもらってます。で、理解できないところがあれば、1日30分振り返り会があるので、そこでよりそのメンターに質問したりとかして理解を深めてもらうっていう感じです。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございました。それではお時間になりましたので、これで Q&A を終了させていただきます。アーウェさん、ありがとうございました。
この後、2階中央の展示ルームで Ask the Speaker を実施します。質問がある方や感想を伝えたい方はぜひご参加ください。それでは改めまして、あーうえさんありがとうございました。皆様、もう一度大きな拍手をお願いいたします。